さあ今回ちょっと緊急の動画なんですけど、はい、まあ、皆さん、お気づきだと思いますけど、ちょっとメインチャンネルの方が今、動画が、公開できなくなっていて、はい、でまあ、結論から言うと動画の投稿は続いているので、サブチャンネルの方で動画投稿を続けていますので、うん、はい、最新の動画は、サブチャンネルの方で見てください。でサブチャンネルの URL は、コメント欄と概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひそこから飛んで、見ていただければなと。そうですね。で、まあ、今ちょっとどういう状況なのかっていうのは僕らも詳しく分かってなくて、今 YouTube 側から返事を待ってる状態なので、はい、うん、ちょっとその返事が来て全てが解決したらまたちょっとお話ししようと思いますけど、うん、とりあえずサブチャンネルの方に動画投稿が続いているという、はい、でサブチャンネルの方を見てくださいということで、検証自体はずっと続いているということですね。続いてます、はい、だからちょうどその大豆さんと人形の関係編とか、あと最近よく出てくるその泣いてる女の人がど、うん、何なのかっていう、もう重大局面のタイミングでまさかのこういうことをしてきたからものすごい今ちょっとねこのタイミングかよっていうね。だから今ある動画をいい形でね、うん、皆さんに見てもらいたかったのに、そうそう、メインでちゃんと見てほしかったのにちょっとできなくなってしまって、しかもちょうどその俺らがさ、まあ、近々遠く行って1週間ぐらい、まあ、お仕事でちょっと遠くの方行くから金も何万もかかるし、ちょうどグッズ制作も始まってグッズ制作もちょっと何万もかかってるから、なんでこのタイミングだよっていうのはものすごくあるんですけど、もうちょっとサブチャンネルに今かけるしか、はい、育ててきてよかったなと。いや本当ですね、ちょっと本当に、でももうこのまま行くと6月の俺らの食費はやばいなというのは、やばいですね、うん、もしかするとやばいかもしれない。でももう、うん、でもなんとかね、まあ、とりあえずまずはサブチャンネルを、そうやな、サブチャンネルいただければなと。まあまあ長い人生の中で、まあ多分数日から1ヶ月ぐらいの間だと思うんですけど、はい、まあ、長い人生の中でそういう時期があったというふうに思って、ちょっとね大きい目で見ていけばこんな時期もあったなぐらいで、ちょっとあんま考えすぎると僕らめちゃめちゃメンタルやられるんで。そうですね、もういつか笑おうとそうだな、なんか長い人生の中でそういう日もちょっとあったなぐらいの気持ちで、一瞬なんか苦しいんだなみたいな、ね、うん、そんなもんでいいでしょ。とりあえずサブチャンネルで続いています、はい、だから、はい、この動画も急いで撮ったんですけど、うん、何本かはサブチャンネルの方にもアップしてありますので、はいはい、それも見ていただければと。ぜひね、ものすごい重大局面のタイミングでこんなってしまってねぜひサブチャンネルの方見ていただければと、はい、なんだったらもうサブチャンネルこれを機に登録者1万人突破ぐらいで、いや言ってほしいね、もうこの最悪のタイミングで逆にそれぐらいちょっとポジティブに、そうだな、ポジティブに、ピンチはチャンスっていうか、逆にこれがチャンスになってくれればというね。いや、本当、まあまあちょっと全部解決したらまた詳しくお話しましょう、はい、今回はとりあえずこの辺だけ、これだけお話しさせてください、はい、というわけでサブチャンネルの方でお待ちしています。ぜひ、ありがとうございます。どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。